都営三田線日比谷駅でホームドアの稼働が停止します。東京都交通局は今日8日の営業を持ち都営三田線日比谷駅でホームドアの稼働を停止します。都営三田線では設備の信頼性向上と2022年度上期に予定している8両編成化に対応するためホームドアの更新工事を実施しています。また、 8両編成の新型車両6500型の導入も予定されています。日比谷駅でのホームドアの稼働が停止することにより、都営三田線での旧ホームドアは消滅します。日比谷駅では、明日9日よりホームドアが開いたままでの営業となり、その後撤去され、新しいホームドアの設置までの間、一時的に固定策が設置されます。新しいホームドアの稼働は、 5月11日を予定しているということです。これで3月8日の KAB ニュースを終わります。